皆さんこんばんは。ファッションチャンネル笹の葉キララの一人旅チャンネル、今回で148回目になります。いつもありがとうございます。今回は大分県の中津にあります中津城をご紹介させていただきます。それでは今回もよろしくお願いいたします。ということで、パッションチャンネル笹の葉キララの一人旅チャンネル、今回で148回目になります。今回は大分県の中津にあります中津城をご紹介させていただきます。前回まで福沢諭吉さんの記念館とか旧位昔住んでいたお家をご紹介させていただいてまして、もうすぐ近く歩いてすぐのところにお城もありましたので、もし行く機会がありましたら一緒にご覧いただくといいんじゃないかなと思っております。それではご覧ください。どうぞ。
い、ということで大分県中津にあります中津城をご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。もうちょっと本当この日ね、雨が降っていて、なかなか雨宿りしながらお城の近くに行ったっていう形だったんですけど、ちょうど途中から晴れて、素敵なお城見ることができました。本当にね、なんかかっこいい、色とかもすごくかっこいいお城で、とても見応えのある、お城になっております。中津城でした。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。